から兄さん、そんな変な車乗せられねえ。乗せるのではない。なるほどね。するんじゃねえ、うん、お買い込むるみでよ、メモン食っていい気分着てだ、楽に暮らせるってそう言ってじゃねえか。そうだろ、あぶり、どうせろくなものは入っちゃいねえんで諦めるんだよ。本末、ありがとう。
ああ、渋川の向けたような女が娘は通らねえのかよ。まあそう、焦るな焦るな。急ぐ旅でもなし、みちみち女を物色しながらのんびりと行こうぜ。そうだそうだ、雇われるまでの道中が俺たちの楽しみよ。先方へ着いてからじゃ何にもできないからな。それにしても暑いな。どうだね一平、神戸さん。ああ、いらぬ。まあそう言わずに、なあ、一平ぐらい付き合ってくれてもいいじゃねえかよ。飲みなよ。本当に変わってるだよ、梅さんは。酒もやらなきゃ、女にも手を出さねえ。それじゃ何が楽しみで、渡り勝ちなんかやってるんだよ。おう、俺たち渡り勝ちはな、今日はあっちの大名、明日はこっちの大名と、参勤交代の時だけ雇われるお供の飾り人間だ。浮き草家業の流れ者だな。どっか腰を落ち着けてえなと思っても、貧乏大名が俺たちを上雇いにしてくれるはずはねえし、その時だけ人数がそれやいいっていう間に合わせの人間だ。日本刺してるなんざ立派だが、中身は何にもありゃしねえんだぜ。元はれっきとした侍かもしれねえ。お前さん今は渡り勝ちなんだよ。もっと砕けて楽しんだらどうなんで。そうしかつめらしくされたんじゃ、こっちが堅苦しくてしょうがねえや。俺たちの楽しみは女を困すことぐらいのもんだ。もっともその楽しみがなければ渡り勝ちなんぞとっくに足を洗ったら。ああ、街道通る女ならまずほとんどがやり毒やり逃げの効くっていうのが渡り勝ちのいいところなんだぜ。尻にほかけ、雇われ先の大名のところに逃げ込んじまえばそれまでよ。神戸さん、付き合いなよ。お、待てば回路の日和ありだ。あ、お、俺たちは渡り勝ち。渡り勝ち。そうよ、渡り勝ちだ。お金なら差し上げますから。金なんざいらねえ、俺たちは追いはぎじゃねえんだからな。何も取りゃしねえ、ちょっと使わせてもらうだけ。何使ったって減るもんじゃねえし、かえって使えば使うほど具合が良くなるってから、俺たちはくどくどかしてるやつじゃねえか。訴え出たところでどうにもならねえからな。俺たちはすぐにてめえらの手の届かねえところに逃げ込んじまうんだ。誰かもヘチマもねえや。こっち行きな。誰か諦めておとなしくするんだったから。半時も目をつぶったらそれで済む。話して。娘だけよ。
離して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 貴様ら、ギャー、何じゃ、お様ら、お嬢様や奥様、ギャー、ぶってきるぞ、ギャー、ギャー、殺して、待ってくれ、俺たちをむしろもらうことがあっちょっため大変なことになるぞ。ふわとぬ、俺たちは最終管理屋の水野様のお供先として雇われてんだぞ。許さねえだ、水野様のお供先だろうがなんだろうがぶっ殺してやる。やめろ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 。カメさん、助けてくれ。くそっ、見ないでくれ。勘弁さん、何も殺さなかった。こんな、一本ずつ取るんだ。取らねば三人とも切る。死んでもらうぞ、実感。なんで俺だけが。お主がその口を引いたんだ。お主がこの親子で大釣りを襲った追い合いということになるんだ。この三人を切り殺して、そこへ通りかかった我らとやり合って切られたということにな。さすれば宿役にも納得し、万事蹴りはつく。助けてくれ。見苦しいありさまをお見せいたした。お許しを願いたい。渡りがちとも思えぬ武士らしき振る舞い。武士らしい。拙者元越前丸岡藩岡御衆を務めし、孫村官兵衛と申す。卒事ながらご姓名は。小上一刀と申す。やはりそうでござったか。さすれば元公儀解釈人、つぐるとし江戸城内を馬回りにてお姿お見かけいたしたことがござる。それがしもそこもとの名前を聞いたことがござる。陰流を使って無類の御仁とか。かたじけのござる。そこもとほどの御仁が何故渡りがちに。その主催はともかく、拙者とお立ち会いを願いたい。何故に。この場の顛末を目に留められた以上は、ぜひとも。たとえ渡り勝ちといえども、
雇われ先の名を口にいたさば、もはやそこの藩士たるも同じこと。主家に災いを及ぼし、藩命を汚すようなことは、一命にかけても防がねばならぬ。と申せば、武士の道理として通り申そう。何とぞ、お立ち会いを願いたい。ご貴殿を見過ごせば、それがし、一生、生きて。いや、たとえ主家の名を守るためとはいえ、罪なき者を斬った、それがしの武士道が立ち申さぬ。重ねて、お立ち会いを願いたい。やいやい、官兵衛さんがこのほど頼んでんだ。立ち会ったらどうなんだ。返事もできないのか。よせ、貴様たちの相手ではない。もし拙者に勝機があらば、あのお子のことは神明に変えてお引き受けつかまつる。そのお気遣いは無用に願いたい。我ら親子、冥府魔道に生きるもんなれば、六道師匠純役の教をもとより覚悟の上。冥府魔道に生きる。良いことをお聞き申した。拙者に不運なく果てようとも、悔いはござらん。いざ参る。うめえかい。米の飯なんざめったに食ったことねえだろ。女は花よ、咲かなくちゃいけねえ。一生どん百姓で暮らすより花は咲かして、男たちにちやほやされるのが女冥利につけるってもんだ。長い旅で足が痛いんだろ。よし、待ってろよ。足がくたびれた時はな、そういう時はな、塩
塩を塗って火に炙るか、これをよくすり込むといいんだ。さあ、いいかい、おしどし、いいから足閉じるって。途中でくたぶれて歩けねえなんてことになるとこっちが困るんだよ。おかしくしてる、すぐ良くなるんだよ。ええ、んだよ。はめ込むまでは銭払った俺の問題、見て食おうとやれて食おうと。血がついてる。宿改めだ。これはご無礼を。殺しがあった下手人の女を探して、この部屋も改める。待て、その下手人がいなかった場合はどうする。戦議の筋によって改めると申しておるのに、言いがかりをつける気か。言いがかりではない。旗本とはいえ、代金を払うて借りた以上、わしにとっては城であり館である。不条役人を改めるには、それなりの覚悟があるはず。それを聞いておる。痩せる人の分際で、聞いたふうな口を抜かすな。この部屋で下手人がおったらどうする。下手人をかくまえば同罪であろう。この通りだ。改めさせてもらうぞ。いなかったらこの首をやろう。文句はあるまい。これは摂関のために入れておる。
その首もらい受ける。どけ。行くがよい。ありがとうございました。人の道はそれぞれ違うもの。この子にはこの子の道がある。己の道は己で切り開いていくもの。行きなさい。仮にもお侍様がご投流なすっておいでのお部屋、粗相があっちゃならねえよ。はい。手前は小塩一家の鳥蔵と申しやす。この宿場から狩屋までの遊び場所すべてを束ねておりやす坊八門で、その子は手前どもの世間文句松が買ってきた玉でござんす。どうかお引き渡し願いとう存じやす。断る。お侍様、世間様は手前どものことを坊八門と呼んでおりやす。この意味がお分かりで。坊八門とは、皇帝、忠臣、義、礼、廉、知の八つを忘れた者という意味でござんす。つまり、この世の恥も何も、すべてを忘れたヤクザ門。そんな手前どもと張り合いなすっても、何の得にもなりやせん。勝っても負けても。その子を渡したところで、お侍様のご対面に傷がつくわけでもなし。どうかこのところはお手を引きなすって。それにその子は文句松を殺した下手人。断ると申しておる。なまじそんなものを持ってるから、このお侍様の哀れを誘うんだ。さあ、こっちへおいで。じれったい子だね。お前がどうしても嫌だと言うなら、お侍様もその子もお前のために死ななきゃならないんだよ。堅気の人にご迷惑をかけちゃならねえのが坊八門の掟。金で買われたお前ももう坊八一家の女なんだ。さっさとこっちへ来るんだ。どうでもその子を
渡さねえと。くどい。わからねえお人だね。これほど下手に出てやってんのに、小娘一人のために子連れで命を懸ける、なぜそれほどまでに。位牌が結ぶ冥府魔道の因縁、一枚の位牌のために人間としてのあらゆるものを失った我ら親子、引き下がれぬ理由がそこにある。かわいいおめえたちを、こんな手だれのお侍の相手にはできねえや。お侍様、手前どもにも棒八門としてのメンツはございます。このままでは引き下がれやせんと言って、小娘一人のためにかわいい子分を死なせるわけにもいきやせん。こういたしましょう。女郎は客を取って初めて一人前になりやす。これを水揚げと称して、高い揚げ代が手前どもに入ってめいりやす。ですからその子に水揚げさせ、義理を済ませてから自由にいたしましょう。いかがで。断る。これが嫌なら残る手立ては一つ、棒八の攻め石棺である水攻めとブリブリにかけて義理を果たさせるか。しかしこれは死ぬかもしれませんよ。その攻めをわしが代わって引き受ける。しかし山弓の女郎に代わって宝梅が攻めを受けることもあると聞く。身代わりではダメだというしきたりはあるまい。もし手前どもがお侍様を殺しにかかったらどうなさいやすか。グーフグーは時なり、死をおのずから命あり。やれ。いや、ブリブリだ。ブリ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 
お侍様。ほらほら、さあ腕もすげえが気持ったなもすげえ、やっつけてるコツとらが恐ろしくなるぐらいの客でさ、うめき声一つ上げねえんですからね。本当の侍っていうのは少なくなったが、まだこんなお人がいるんだね。へえ。あの子が女郎になるかならぬかの落とし前はつけていただきやしたが、まだ一つ文句松を殺したことのけりはついておりやせん。どうせよと。手前の頼みを聞いてくだされや、すべてをもみ消しやす。お神様、あなた様をブリブリにかけているとき、ある噂を思い出しました。ご公儀解釈人が、柳生一門との確執により、刺客、子連れ狼として流浪いたしておること。こちらへ。お神一刀様です。起こしてくれ。元掛川藩筆頭家老三浦立脇でござる。実は貴殿をお探し申しておった。お心当たりがございましょう。この左腕はあなた様がお切りになったもの。ご公儀解釈人、お神一刀様。ご藩主、三宅出羽の神、藤重様は、突然のご発狂にて、家臣あまたを殺傷の上、ご乱行の数々にて、幕府より切腹を仰せつけられ。嫌じゃ！嫌じゃ！死ぬは嫌じゃ！殿、お心を静かに。殿、ごめん。この
様をお願い捕まつる。このまま。やだ。そなたと三浦殿の関わりは？申し遅れましたが、私、立脇の娘でございます。双子の妹、トリと申します。双子は忌み嫌われるもの、私は腰を一家に縁ある乳母によって育てられました。姉は殿のおそば近くにご奉公に上がっておりましたが、何やら秘密を握ったため、おそば用人沢渡現場に辱しめられ、自害して、果てました。拙者にご用と。切っていただきたい。遠江代官沢渡現場めを。事情を受けたまわりたい。現場目が藩を売り、藩を取り潰させたのでござる。今は遠江代官沢渡現場が元我が衣藩のお蕎麦用人であったと申さば、おおよその察しはつき申そう。それをこともあろうに、己の権勢欲のために殿のご乱心をご老中板倉様に密訴いたしたのでござる。己の藩を取り潰させて天領となし、自らその代官に収まったのでございます。まことに犬畜生にも劣るやつ。路頭に迷う400の藩士の心を思えば、筆頭家老の拙者、死ぬにも死にきれぬ思いでござる。何とぞお引き受けくだされたく。支局引き受け、500両。
かように魔道の御符を張り出しておき、尾上一党がこれを見れば、己が会うべき場所に道中陣を作る。よいか、我らの役目は重いぞ。あ、遠江大官所用人、浅田十内でござる。尾上一党でござる。大官、沢渡玄馬様が、ぜひご貴殿にお願いいたしたくことがあるため、大勧進屋までお連れ申せとのこと。お迎えに参りたる次第。大勧じきじきに会われるのか。さよう。曲げてお越しを願いたい。来るかな。来てくれねば困る。参らぬ場合は我々の手で。ご老中に申し上げます。藩主に民を治める気力もなく、さらに加えて世継ぎもなく、わけもなく家臣あまたを殺傷せし、強靭の藩主がおるとせば、ご老中並びに幕閣に置かれてはいかにおとり計らいになりましょうや。もし月番老中板倉内膳将様のお手で一国の藩が取り潰せるとすれば、何となさいます。その藩は。それは申し上げられません。その方向どこだと心得おる。その方の申しておることがもし偽りであれば、命は捨てております。その方の望みは。天領大官、それにご老中直筆のお墨付き。証もないのにお墨付きか。その証はご書面をもって後日。よかろう。早速じゃが、老中板倉内膳の書を切っていただきたい。近々この地へ参ることになっておる。もっとも新大官たるわしがご招待申し上げるわけじゃがの。前金で500両、成就の暁にまた500両、
柳生と結んでお手前を追い出した板倉内膳の将、恨みもあろうし、お手前にとっても願ってもない機会と思うが、いかが？お断りいたす。待て。こちらの意図を知られたからには生かしては解散。改めて現存いたす。なぜ切らなかった？貴公ら二人がいて、あの者をなぜ切れなかったのだ？もし拙者が切りつければ、奴の道断の気が殿の胸を貫いたでしょう。朽木殿が撃っても同じことだったでしょう。尾上は恐ろしい使い手です。それにしてもあやつ、何故断りおったのか。お前を迎えにやった時に断ればいいものを、わしに会ってから何故老中板倉の名を聞いて恐れたか。板倉内膳の将、わしを狙っている刺客だったとしたら、
た時も馬上短筒を体から離したことのないこの男がご信用にとわしにまで短筒を渡していったのだ。おそらく尾上一党の仕業、水王流残馬刀、やはり板倉内膳の将わしを狙ってあやつを差し向けたのか。左門、切れるか。それがしの一電流抜刀術、一命にかけて、すべての道を封鎖し、草の根を分けても一刀を探し出せ。この天領から一歩も外に出してはならんぞ。はっ。十内、急いで江戸の裏上げを、烈道様に使いを出せ。はっ。尾上一党の首とあらば、柳生は高い値で買うであろう。これを引き出物に、天下を陰で動かす柳生に取り入るのだ。さすれば軍隊奉行はおろか、やがては幕閣に入る道が開けるのだ。
六和支配頭宇津野様の敵尾上一刀。おお、神谷一伝流義治様、水王流尾上一刀、十代。はっ。すぐ刈谷藩に加勢を頼め。ただし、腕の立つ者に限ると申せ。はっ。
もう一つ、領内要所に考察を立てろ。は？尾上一党を地蔵ヶ原へ呼び寄せるのだ。お前たちの中に腕に自信のある奴はおるか？どうじゃ？おらんのか？一体何事で？隣の天領内に代官の命を狙う刺客が入り込み、当藩が手を貸すことになった。手当ては過分に出すぞ。どうじゃ？黙っていてはわからん。その刺客の名は？そこまでは知らん。行くのか行かんのか。よし、参ろう。しかし、なんで進んでいくんだい。あれだけの弓鉄砲に向かってよ、逃げも隠れもしねえとは。
よくぞ結露を開いた。よくぞ生き延びた拝み一刀。だが、うぬら親子に明日はない。我ら柳生一門の手から逃れることはできぬ。くっ！おや！尾上殿、ご貴殿は金をもらって人を斬る刺客、拙者は金をもらって友侍に加わる渡り勝ち。ご貴殿の申された誠の武士とは何か、またさようなものが本当にあるのか、今こそ命を懸けてそれを知りたい。重ねてお立ち会いを願う。しかと承知。参る。Thank you.
しばらく。ぜひ伺いたいことがござる。申されよ。すぐる年、老中にご就任遊ばされた御主君宗忠様、江戸入りの途中でござった。不定の浪士どもに襲撃されたのでござる。宗忠様、老中のご就任を阻止しようとする者たちの策謀でござって、数に勝る相手の出鼻をくじくためにはもはや攻ることしか最大の守りはない。拙者は切って出た。死力を尽くして老士どもを撃退いたしたものの、看護衆たる者が籠脇を離れ切って出たは、武士の本分をわきまえぬ所業と排撃され、ついには藩を追われる身となり申した。拙者が信じ命を懸けて守った者からそこを追われたのでござる。たとえ不利と知ってもお籠脇を離れず主君を守って切り死になすことが武士道のまことか。武士道とはいかに生きるかではなく、いかに死ぬかということでござるか。お神殿、お答えくだされ。まことの武士道とは。お神殿、まことの、まことの武士道とは死をもって生きることでござる。死をもって生きる。それがしがもしそこもとの立場であったら、やはり切って出る。それを聞き拙者心が晴れ申した。公儀解釈人であったご貴殿に拙者ごとき者が解釈を願えるだろうか。まことの武士を知る者に隔てはござらん。解釈つかまつる。今度こそ死ねる。武士として本望は。
参る。